はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。村長スタジオです。今日は何するんですか？今日は、僕のスタジオ1のテンプレートを、ちょっと皆さんに紹介してみたいと思います。それも楽しみですね。案外ね、他の人は、どんなようにしてドラッグにインサートしてるのかとか、そんなところが、ちょっと興味深いところもあるでしょう。そうですね。自分でやってるのも、これでいいのか。いつも迷いながらやってるんですよ。そうでしょう。人のやり方って、なかなか見る機会がないですからね。覗き見、わーい、そうですよね。ということで、今日はそんな村長のテンプレートを皆さんに公開いたします。今回はインスタコンポーザー用のテンプレートという感じのパターンです。一番上にはインスタコンポーザーがこのようにセッティングされています。そして、ここで、Go を押して、このようにアレンジを検討してるんです。それをこのように再生して、イメージを作っていきます。今は、ミキシングも、何もできてませんので、ちょっとやかましいだけでした。まずは一番上には、この時点では使わないんですが、一応、ボーカルのトラックを設定しています。ボーカルのトラックはどんな風にインサートしているかというと、Acon Digitalのノイズ処理のデノイズ2というのがあります。これも最近買ったんですけれども、今までは Waves の Z ノイズとかを使ってたりしましたが、案外これが優秀で、最近気に入っています。ノイズの処理の後は、Antares のマイクモッドというプラグインを挿しています。これは、いろんなマイクをエミュレートできます。左側は、僕は、ノイマンは持ってないんですけれども、ノイマンに近い音質のマイクを使っていますので、このマイクを設定しています。そして、右側はその都度、このように、いろんなマイクをエミュレートできますので、テレフン券とか、高価なマイクもあったりして、自分のマイクがいろんな会社のマイクにエミュレーションできちゃいます。最近はこのブルーのマイクに変えることが多く気に入って使っています。その次にはもう最近はド定番になっていますけれどもアメックの9099をほとんどのトラックに挿しています。そして最後にはウェイブスのボーカルライダーですね。これでオケとまずは自動的にボリューム調整をしています。あ、これ私も大好きです。本当にこのボーカルライダーはよくできたソフトですね。こんな感じにボーカルのトラックは作っています。その次のトラックはメロディーフレーズをインスタコンポーザーのトラック1、ここですね。このメロディーを鳴らすというそういうような役目をしています。このメロディートラックだけをソロにします。こんな感じです。はい、これでメロディーを検討していきます。そして、次のトラックは、マルチ音源のサンプルタンクで、インスタコンポーザーのチャンネル2と、チャンネル4を使います。今ここでは、リズムという形式のフレーズにしてまして、そしてチャンネル4は、パッドというように設定しています。この2つを同時に鳴らしてみます。はい、これはすぐに差し替えが効きますから。インストゥルメントを出しましたら、このようにサンプルタンクの画面が出てくるようにしています。チャンネル2にはこのようにギターの音源を入れてあります。チャンネル4にはパッド系のシンセサイダーを入れています。いつでもチェンジさえすればいいわけです。ですからこのように音を差し替えて使っています。もちろんいらないときはここはミュートにしておくことが多いです。そして次はイージーベースを入れています。これもインスタコンポーザーのチャンネル3からデータを送っています。
こういう感じですね。このフレーズを Easy Bass で演奏することになります。ちょっとこれをソロにしてやってみましょう。こんな感じです。その次には、いろんな音を出せるように、インスタコンポーザーのチャンネル5は、和音が表示されていますので、この白玉和音を演奏する楽器として、このようにシンセサイザーを入れています。このシンセサイザーのいいところは、重いサンプリング音源ではないですので、すぐに音色を変えれるところがグッドです。ですから、これをオンにしまして、演奏しながらこのプリセットをどんどん変えていきます。こうしながら音色を選択しているわけです。そして2本目のベースも雰囲気で変更できるようにユージャムのベースを入れていまして、これも今と同じ白玉和音から音を鳴らしています。ちょっと聞いてみましょう。そしてフレーズを選びます。このようにしてアレンジを検討します。なんかサクサク効率がいいですね。そうだろう。いつでも音を切り替えたりしながら素早くできるようにしているんだよ。そしてその次はスパークルというエレキギターをセッティングしています。こんな感じです。その次がアコースティックギターですが、曲を作った最後に、ちょっと上物で、キラッとしたところが欲しいような時にこれは利用します。そして最後は、アコースティックな曲を作ったりするときに便利なユージャムのシルクですね。アルペジオギターなんかを演奏するようにしてあります。楽器の構成としてはこのようなんです。ほとんどのトラックは、まずはアメック9099を入れていて、チャンネルストリップですので、フィルターからすべてできて、とても便利ですが、例えばベースなんかは、このようにフィルターのところを、ある程度のローパスフィルターをかけたりしながら、そしてゲートなんかはあまり使わないので、オフにしてあるとか、そういうようにセッティングをしています。同じくベースのところには、このようにベース専用のクイックベースというようなプラグインを入れて、音をエフェクトできるようにしてあります。ちょっとこれで音作りを簡単に見ていただきます。ここらにはコンプレッサーなどがあります。
またプリセットもありますので、まずはプリセットで追い込んだりしています。はい、このように専用ツールを組み込んであるトラックもあるということです。ですから、先ほども聞いていただいたエレキギターのところには、はじめは CPU パワーがいらないように一応バイパスしていますが、場合によってはこのように IK マルチメディアのアンプリチューブを入れてありまして、ここでストンプなどをセッティングできるようにしています。こういう感じで設定をしていけるように準備だけしているというような状況です。アコースティックギターの方にも先ほどと同じメーカーのクイック AG というのもありまして、これがアコギ用のエフェクターです。これをちょっとオンにして聞いていただきましょう。コーラスのような音を作ってみます。バイパスします。このような専用のエフェクターもインサートしています。そしてここからがちょっと僕専用の設定ですけれども、皆さんはこの辺のところが興味深いかもしれません。わあ、どんなんだろう。この FX トラックには主に使ってるリバーブを5つ入れてあります。どれをオンにするかをこのようにすぐに変更できるようにしていまして、一番よく使うのはリラブのレキシコンリバーブのエミュレートです。レキシコンの音が好きなので、これ以外にもアイゾトープのネオバーブですね。それとかレキシコンのこれがホールリバーブと、そしてプレートリバーブ、これを入れています。そして案外使いやすいのがブレインワークスのこのリバーブです。上でカチンカチンとプリセットを選ぶだけで、ルームやプレート、ホール、チャージ、スモール、ミディアム、ロングなどを簡単に変えることができるので、とっても便利です。もちろんプリセットはありますので、ここでプリセットを選ぶこともできます。あまり皆さんが持っていないかもわかりませんが、とっても優秀なリバーブソフトです。そしてこれが FX バスですので、リバーブの必要なトラックはここでもう鮮度で送っています。そして次がちょっと皆さんと違うところかもわかりません。通常はマスタリングに使うようなツールはメインのアウトプットのところに挿していくのが普通でしょうけれども、僕は簡単にマスタリングするとき、まずはオゾンラインだけ入れたバスチャンネルを作っています。いわゆるざっくりテストをするためのテストバスです。そしてもう一つは主に最終仕上げするようなマスタリングツールをいくつか入れています。まずこのように先日からも下位バージョンが無料配布されているブレインワークスのマスターデスクというのを入れてあって、これも案外時短で簡単にマスタリングを仕上げることができます。それでもどうしても足りない部分をプルテック製のエミュレートですけれども、イコライザーを2つ挿しています。このように低域、高域と中域用の2つです。もうこれはスタジオの王道ですよね。そんな王道ってあるの？そうだよ、プルテックのイコライザーは本当に世界中のたくさんのスタジオで使われているようです。本物が買えればすごいですけどね。そうだね、なかなかそんなところには手が出ないよ。そして最後には高嶺の花になっています、シャドウヒルズのコンプレッサーです。
それのブレインワークスバージョンを使っています。ブレインワークスバージョンとの違いは、ここにモノメーカーという機能があったり、そしてステレオのワイド感を作る。ブレインワークスのとっても得意な仕上げ用ツールが搭載されています。オゾンの簡易マスタリングと、この最終仕上げ用のマスタリングの使い分けは、どのようにしてるかと言いましたら、チャンネルを複数選択をしまして、黄色い先頭チャンネルから赤のチャンネルまでを一括で選択しています。そして、バスのところをバス2に変えると、すべて一緒にバス2に変わりますし、また、バス1に戻すときは、このようにして、バス1に送ったりしています。そんなに手間ではないですので、2通りのマスタリングをテストするときには、このようなセッティングも参考になってもらえるんではないでしょうか。メモメモ、私もやってみよう。今度は、最終のメインバスには、もっと最後に仕上げるようなエフェクトが入っています。一番上にはイコライザーです。僕がずっとこの1年ぐらい使い続けたブレインワークスの DX デジタル V3 と呼んでるイコライザーです。それのマスタリング用のバージョンでして、これもとっても使いやすいイコライザーです。つまみがいっぱいで難しそう。これね、やってみるとそうでもないんだよ。一番いいのはオートリッスンというボタンがここにあって、ダイヤルを押してるとそこの周波数の音だけが聞けたりするので、とってもイコライザーがしやすい。そんなソフトウェアです。そして二つ目には、パン EQ というのがあって、周波数を自由に、このようにパンを振ることができます。ちょっと音鳴らしてみましょう。こういうようになって、例えば、高音を右側に振るとか、特殊な使い方ができる変わったイコライザーです。なんかカラフルですね。そうだね、やってると楽しいよ。そしてその次、今はバイパスしてるんですけれども、どうしてもレゾナンスが気になったらこのスムースオペレーターを使っています。これもそんなに高価ではないけれども、高音のちょっと耳につくような音、もしくは低音のモコモコ感を仕上げに抑えるのにはとっても便利なツールです。それは私も使っています。村長さんがいいと言うから買いました。そしてリミッターを2つ入れています。 BXXL2 という MS モードで使えるリミッターと、もう一つは最近発売になったこのブレインワークスのツルーピークリミッターです。これはとってもクリアなリミッターですので、この2つをうまく使い分けています。村長さん、もうほとんどブレインワークスですよね。そうなんですよ。ブレインワークスが案外気に入っています。そしてこれもプラグイン・アライアンスが扱っている ADPTR という会社の分析ツールです。これを使うと、もちろんこのように EQ アナライザーも見れますけれども、こうやってコーレーションのグラフを見たり、ステレオイメージ、そしてダイナミクス、そしてラウドネスのメーターがあります。いろんな分析をするのに便利です。いいなあ、でも難しそう。まあ慣れればそんなに難しいものでもないし、これは見るだけのものですので、何か効果があるわけではありません。その次は同じ会社のストリームライナーというソフトで、ラウドネスを中心に分析するためのソフトです。この音で YouTube にアップロードしたときは、どんな音で聞こえるかとかいうことが同じような音で視聴できます。YouTube のコーディックが埋め込まれていて、アップロードに
一番いいようなセッティングを指南してくれるというそんなストリームライナーです。ここにも同じようにラウドネスのメーターがあります。このメーターは時間軸を追従してくれるので、また他のものとは違う確認がしやすいです。はい、今見てもらってもわかるように、これはループしたらそのループのところだけを何度も確認するように表示をしまして、単純に流れるのではないというのがとってもわかりやすいですね。これはシグナムオーディオという会社の分析ツールです。そしてこれは画面もこのように大きくしてみることができますので、全体を眺めるのにもとってもいいラウドネスのメーターです。めっちゃいっぱい持ってますね。これも趣味みたいなもんです。もう財布から羽が生えてるように飛んでいきます。多分 DTM をやってる人は僕と同じような感じに、みんなお小遣いが減っていくんじゃないかと思います。私も気をつけないといけないですね。まあぼちぼちやっていきます。そういうことで、今ブラックフライデーセールの真っ最中です。そういうこともありまして、僕のセッティングを皆さんに見ていただくことにしました。いろんなプラグインは皆さんが好みで使うでしょうから、僕のは特別参考にはなりませんが、今日のポイントはリバーブのところにはこのように自分の手持ちのリバーブをいくつか入れておいて、そして簡単にこうやってどれか一つを使うようにセッティングする一例に過ぎません。そしてもう一つはマスタリングのバスを複数個作っておいて、そしてそれらに送るときはこのようにチャンネルを複数選択して、その送り先のルーティングをこのようにして一箇所切り替えると一気に切り替わるということで、上手に使ってください。この方法も勉強になりました。そして一番言いたかったことは、こうやってテンプレートを作るということです。テンプレートの保存の仕方は、ファイルのメニューからテンプレートとして保存というのがありますので、それを選択しますとこのような画面になります。テンプレートはここでタイトルをつけてテンプレート保存をしてください。そしてもしテンプレートに変更があった場合は、左隅の既存を置き換えというのを選んで、そして以前に作ったテンプレートをこのように選択しまして、そして開きます。そして OK を押すとテンプレートは更新できます。テンプレートはこのスタートのメニューから新既存具をこのように出したときに、スタイル、インターフェース、ユーザー、こういうようになっていますけれども、ここのところにテンプレートが作られています。今、皆さんに見せたテンプレートは、このインスタ用テンプレートという名前のテンプレートです。テンプレートを作って作業するというのは必須です。これをやってないと、白紙のところから作ると、トラックが整うまで、20分や30分はすぐに経ってしまいますので、ぜひともテンプレートを作ってください。はい、わかりました。私も頑張っていろんな使いやすいテンプレートを作っていきたいと思います。それでは、僕のセッティングというのは参考になるかならないかはわかりませんが、テンプレートの作り方というのをお話ししてみました。村長スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。